こんにちは、ショートです。今回は5月18日の放置少女の更新について見ていこうと思います。まず百花美人に当該がやってきます。まあ、当該はボス戦で使うキャラになるんで、まあ、ベースとなる SSR の確保っていう意味ではとってもいいんじゃないかなと思います。で、続いて栄華銀月ですね。ちょっとこれは嫌な予感がするんですけど、また最新の雑貨屋イベントがやってくるみたいです。まあ猫サイクルですね。カラカラバッグ、ガタガタバッグ、ザーザーバッグ3種類あるんですけど、これ5万円ぐらいかけてやるイベントになってくるんで、まあ、ちょっとリアルマネーをかけられない方には正直関係のないイベントじゃないのかなと思います。で、コーンギフト、まあ、こちらは美課金の方、まあ、廃課金の方もですけど買っていただきたいんですけど、120円で原宝50、2時間戦闘券1枚、高級ガチャ券1枚が7日間毎日もらえるんで、まあ確実に課金し、普段課金している方は忘れないようにしてください。で、続いてラッキースターですね。馬頭慶か浮津がやってきます。まあこの中だと個人的には浮津が使いやすいのかなと思うんですけど、まあ奥義に合わせて狙うキャラは決めてもらえばいいんじゃないかなと思います。で、続いて羽根付きの、諸葛丹ですね。まあこのキャラはでも UR のアバターなんで、基本的に今の段階で取る必要はないのかなと思います。で、このキャラが新しい UR キャラですね。宗純というみたいです。で、 UR キャラはもう最近だと、まあ、UR の段階では取る必要ないんですけど、奥義ですね。奥義が結構優秀なキャラっていうのが、まあ、特に HP とか体力とかそっちの関連のあの奥義キャラがメインになってきてるのかなと思うので、まあ、これもそういったキャラなんじゃないかなとは思っております。奥義目当てで取りたい方は頑張らないといけないかもしれません。で、続いてダーステテンマサムネがやってくるみたいです。まあこれはちょっと最後に性能を見ていこうと思います。で、これが最新の雑貨屋ですね。最新の雑貨屋ではお気に入りの12種類の報酬を12個の宝箱に入れて、猫サイコロを使って招き猫を引き離すと、報酬を獲得できると。で、これがですね、まあ前回と同じだと多分 UR1000 のキャラも取れるやつ、宝箱があると思うんですけど、それをですね、まあ、正直ですね、底引きする方っていうのが、まあ、ちょっとどれぐらいいたかわからないんですけど、まあ、確率的にはですね、まあ、11回目で仮にこれ合計12回引くんですけど、11回目で、まあ、仮にその UR1000 のガチャと、まあ、あの A ランク、B ランク、C ランク、D ランクとあるんですけど、まあ、仮に A ランクと B ランクですね、この2つの2択になったとしても 23% ぐらいしかその A ランクの宝箱を引く確率っていうのはないので、これ全部もう確率操作されてるんで、もうあの確かですね12箱あの選べるんですけど、12個の宝箱を選んで開いていく形式なんですけど、まあどこ開いても関係ないのかなと思います。これかなり沼のイベントなんで、5万円用意できない方は、まあ、下手に手は出さない方がいいと思いますね。あの A ランクを狙っていかないのであれば、あの一応課金額に対してはお得なイベントになってると思うんで、あの UR1000 副賞を狙っていかなくて、まあそれなりに引いていくのであればいいと思うんですけど、ちょっと最後まで底引きするのはかなり覚悟いるお値段に、 PS5 ぐらいのお値段になってくるのかなと思います。で、最後にこれ伊達マットサムネのあのスキルなんですけど、まあ、スキル1がスキル発動前自分の残り HP が 50% より高い場合2ターン内で暴走に入ると。で、攻撃力 120% 増えて、火ダメが 20% 増えます。で、残り HP が 50% より低いと狂乱に入って、まあ、全てのデバフが無視されると。で、敵の残り HP が最も低い4名に 700% の物理ダメージを与える。で、2の敵を撃殺した場合追加でもう一度スキル1を発動すると。で、追加攻撃は1回だけです。で、まあ強羅に入っていると必ず命中してクリティカルになるっていう性能になっております。まあただ正直 700% しか出ないんで、で、しかも暴走か狂乱っていうのがちょっと残念なポイントかなと思っていて、まあ、やっぱ狂乱を優先させたいのかなと個人的には思うんですけど、まあ、それはなかなか HP50% 以下をスキル1で狙っていかないといけなくなってくるんで、まあ、難しいので狂乱キャラとしてはなかなか使いにくいんじゃないかなと思います。
狂乱に入っていないと、まあ、命中してクリティカルっていうのも出てこないので、まあちょっと若干使いにくい性能になってるかなと思いますね。まあ暴走になった方が火力は出るのかもしれないですけど、スキルには、残り HP パーセンテージが最も低い敵4名、最も低い敵に4回集中攻撃をして毎回 700% の物理ダメージを与える。で敵を撃殺した場合残りの、敵5名に 700% の物理ダメージを与える。で毎度攻撃する前敵の残り HP が 50% より低い場合ダメージが倍になると。で攻撃した後総ダメージの 35% 分の HP を回復する。でまあ狂乱だと命中クリティカルになるといった性能になります。4回プラス5名攻撃なんで一応9名攻撃で、まあ1回あたり、まあうまくいけば 1400% 出していけて、なおかつクリティカルを出していけるか、まあ暴走どっちかは出していけると思うので、まあ、これだったら暴走の方が強いかもしれませんね。まあ約 3000% ぐらいのダメージをうまくいけば1回出していくことができるので、まあ火力はそこそこ出していけるような副将にはなってるのかなと思います。ただパッシブを見てもらうとですね、まあ攻撃力 HP44%、防御貫通800、防御力レベルかける200で物理防御貫通レベルかける10で物理回心ダメージが 40% 増加っていった感じで、まあそんな特別なパッシブを持っていないので、まあ無理に取る必要ないかなと個人的には思っています。武器の方は体力レベルかける220、攻撃力 18%、 防御貫通900となっているので、まあ耐久面は優秀ですね。防御力パッシブもあるし体力パッシブも十分あると思うので、まあ耐久面ではかなり優秀なキャラになっております。ただ復活とかそういった特殊なものは全く持ってないので、まあ自前でどれだけ活躍できるのかっていったところが、まあ、ポイントになってきますね。で物理回心も一応 40% ついていて、でなおかつこのキャラを育てていくのであれば、まあ、物理回心育てていくことになるのかなと思うんで、やっぱり狂乱になってほしいんですけど、狂乱のなり方が若干難しいのがネックかなとは思います。じゃあこれで今回の動画は終わりですね。まあ明日はこの UR のキャラがどんな奥義か、ここが注目ポイントかと思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。